ゲーム用のパソコンやモニターなどを備え、e スポーツに対応した日本初のゲーミング賃貸住宅のモデルルームが青葉区にお目見えしました。一面黒い壁紙でゲームに集中しやすい少し暗い空間になっています。そして、こちらの PC など40万円相当の機材を家賃に込みの料金で使用することができます。今日 みすぎで報道公開されたのはオンラインゲームに最適な環境が整えられたモデルルーム企画した若林区の企業によると日本初です部屋には e スポーツに適した高性能のパソコンのほかモニターゲーミングチェアなどが備え付けられていますこうした設備のある賃貸住宅が仙台のほか東京や千葉県に合わせて11室あり 配線など機材の配置や故障の際のメンテナンスなどのサービスを受けることができます。まあ e スポーツっていう言葉自体がこうかなりこれあの上がってきているような状況で機材が高いなっていうところはあると思うので、そういった方向けにですね、あの十代二十代を前半にあのメインのターゲットとして需要あるのかなと思います、ね、企画した企業によると。 家賃の相場は、一般の家賃に1万円から1万5000円加えた程度で、通信環境も整っているため、ゲーム愛好家のほか、テレワーク需要も見込んでいます。